スピリッツドアラチャンネル。東京ドームには大観衆が詰めかけています。セ・リーグ公式戦、読売ジャイアンツ対中日ドラゴンズの24回戦です。解説は西俊久さん、里崎智也さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。里崎さん、試合開始前は選手のどのようなところに注目していらっしゃいますか？まあ1、2番の出塁ですかね。そこをどう抑えていくのか、おそらく序盤はこのゲームのポイントになるでしょうね。なるほど。まずはジャイアンツの先発大江が東京ドームのマウンドに上がります。どんな投球をしてくれるんでしょうか。西さん、まずはどちらのチームが先制点を取るのか、ここ注目ですよね。そうなんですよね、まあ、どうやって突破口を開くのかっていうのは、まあ、楽しみに見たいと思いますね。そうですね、そのあたりがどういうきっかけで生まれてくるのか注目していきましょう。最初は変化球できました。チェンジアップは入りません。ボール先行です。低めのボール入りました。この球は外れています。低めの球、スリーボールツーストライクフルカウントになっています。打ちました。坂本アウト、ワンアウトです。バッターは鵜飼。今シーズンここまでホームランは17本。まずはワンアウトを取っています。アウトコース、空振りです。高めに外れます。外れましたか。いいボールでしたけどね。はい、ストレートわずかに外れてボール。4球目は何で来るか。引っ張った、これはどう。ライン際、フェア、フェアです。打ったバッターは一塁蹴って二塁に向かう。バッターランナーは二塁到達。ワンアウトランナー二塁となりました。さあジャイアンツ先制のピンチを迎えています。まあ先制はされたくないですからね、ここは目をつんでおきたいところですよね。なるほど、そうですね。まあそして逆方向にも飛距離が出るバッターなんで、アウトコースもしっかり低めに集めたいですね。はい、さあこのピンチ切り抜けられるでしょうか。変化球を狙ってたんでしょうかね。これは低め、ストライク。ワンボールツーストライクです。
チェンジアップには反応しません。ボールです。もう一回インローに持ってきました。ボールになります。空振り三振。ここは投げ勝ちました。まあここは2アウトになったんでだいぶやりやすくなったんじゃないでしょうか。はい、三振で2アウトとなっています。バッターのビシエド、今シーズン得点圏での打率は2割9分となっています。これが2球目、低め見ました。ボールです。振り遅れてますね。そうですね。インサイド落ちました。強い打球切りました。ファウルボールです。インサイド落ちました。切れました。ファウルボール。さあ6球目は何か。低め外れています。フルカウントになります。またファウル。引っ張った。サード取った。一塁アウトで3アウトチェンジです。これが先ほどのプレーになります。ご覧いただきましょう。先制のチャンスがあったドラゴンズですがそのチャンスを生かせませんでした。1回の裏ジャイアンツの攻撃です。ジャイアンツはご覧のようなオーダーとなっています。一方守りますドラゴンズはご覧のような守備陣です。ドラゴンズマウンドに上がるのは先発の松葉。さあジャイアンツ打線相手にどんなピッチングを見せてくれるんでしょうか。吉川が打席に入ります。現在打率は3割を上回っています。好調の今シーズン。相手を0点に抑えてこれから1回の裏に移ります。さあ初球は何か。インコース打ちます。わずかに左に切れました。ファールボール。ああよく見ましたね。はい、変化球わずかに外れてボール。高めのボール、これはセカンドライナー。バッターは2番に入っている坂本。今シーズンここまでホームランは8本。松葉、まずは先頭バッターを打ち取っています。今日の先発ピッチャーは松葉。ここまで7勝をマークしています。初球は何で来るか。初球空振りです。今のはよく見ましたね。膝元変化球がわずかに外れています。さてバッターボックスの坂本、どういったタイプのバッターでしょうか。まあ一発長打が期待できる貴重な和製大砲の一人ですね。そうですか。打ちました。これはどうか。破りました。センター前。これが今シーズン100本目のヒット。ワンアウトランナー一塁です。初球は空振りです。この打席ゴロを打たすようなボールには気をつけたいですね。なるほど、そうですか。
まあ、向こうは閉鎖線を狙ってると思いますから術中にはまらないよう気をつけたいですね。なるほど、そうですね。変化球入りません。高めのボール、これはセンターに抜けました。ジャイアンツチャンスになりました。ワンアウトランナー二塁一塁。初球は外、この打席ゴロを打たすようなボールには気をつけたいですね。そうですね。さあ何を狙っていくか。引っ張った、これはどうか、三遊間抜ける、ホームに送球、これで3連打、ワンアウト満塁です。ここは最低でも犠牲ぐらいという場面ですね。いきなり牽制、タッチはセーフ。初球ボール、バッターボックスのウィーラー、今シーズンの得点圏打率は2割7分2厘となっています。ちょっと率は物足りないですが、彼の場合ホームランが期待できますからね。ここも思い切って狙っていってほしいですね。はい、期待しましょう。もう一球牽制球、三塁タッチもセーフ。打ち上げた、高く上がった。さあサードランナーはどうする、取ってアウト。まあここは繋いでおきたかったんですけどね。ただ次が勝負どころで頼りになるバッターなんでね、期待していいと思いますよ。その期待に応えてほしい梶谷が打席に入っています。外の球打った、サードの右、抑えた、一塁へ、一塁アウト、これで3アウト。これが先ほどのプレーになります。ご覧いただきましょう。先制のチャンスがあったジャイアンツですが、そのチャンスを生かせませんでした。2回に入ります。ドラゴンズの攻撃、バッターボックスには5番高橋。さてジャイアンツの先発は大江、今日が27試合目の登板になります。前回の登板は5回3分の1を投げて自責点に白星を挙げています。初球空振りです。この球は外れています。打ちました、ショートが取る、一塁送球、アウト、ワンアウト。バッターボックスには6番木下、昨日のゲームでは無安打に終わっています。まずはワンアウトを取っています。最初は変化球できました。惜しいボールでしたね。はい、低めわずかに外れてボール先行です。
さあ3球目は何か。低めストライクが入りません。ストレートのフォアボール、ストライクが入りません。ワンアウトから先制のランナーを出していきます。ちょっと心配ですね。ストライクが入らなかったですね。はい、ここは気持ちを切り替えて次のバッターをしっかり抑えたいところ。まず何を投げてくるか。最初は変化球できました。ここはゲッツーを取りたい場面ですよね。なるほど。さあそういった配球で攻めてくるのか。次が3球目。アウトコース外れます。ストライクが入りません。これが4球目。切りました。ファールボールです。インコース詰まりました。ここはフライになっています。掴んで2アウトです。8番バッター強打、昨日のゲームでは無安打に終わっています。2アウトになっています。取った。一塁送球します。一塁アウト、スリーアウトです。ランナー出ましたがドラゴンズ得点には至りませんでした。0対0同点です。2回の裏、7番から始まるジャイアンツの攻撃。バッターはウォーカー。昨日のゲームは見事なホームランを放ちました。いやー、ホームランが打てたのは大きかったですよね。インサイド落ちました。これはセンターへ抜ける。これで3試合連続安打。ノーアウトランナー1塁です。バッターは8番キャッチャーでマスクをかぶっている大城。昨日のゲームで見事なホームランを放ちました。いやー、ホームランが出たのは良かったですよね。はい。さあ今日も好調を維持していけるんでしょうか。ヒットでランナーを1塁に置いています。走ってきた。キャッチャー二塁送球する。盗塁を見事決めました。いや、今のは素晴らしいスタートでしたね。この盗塁大きいですよ。一打先制のチャンスも。インサイド落ちました。強い打球。ここは見ます。バッターの大城、今シーズン得点圏での打率は3割3分となっています。いや、いい数字ですね。頼りになりますね。ここも期待できるんじゃないでしょうか。ああ、そうですか。打ちました。取った。一塁へ送ります。アウト。ワンアウトです。さあ打席には先発の大江が入っています。まあここは自分を助ける意味でもタイムリーを狙っていってほしいですね。そうですね。さあ一打先制という場面を迎えています。最初から丁寧に攻めていきます。ここはバントを警戒する守備体制ですね。はい、そうですね。誘っていきましたが外れました。さあ4球目は何か。打ちました。サード取った。ツーアウトになりました。つながらなかったですね。まあまだチャンスは続いていますんで、しっかり点に結びつけていきたいですね。そうですね。さあこのチャンスでバッターボックスには1番の吉川が入っています。
いきなり牽制、二塁セーフ。初球は何から入ってくるか。ファウルになります。引っ張った、ファースト取って一塁アウトで3アウトチェンジです。先ほどのシーンリプレイでご覧いただいております。先制のチャンスがあったジャイアンツですが、そのチャンスを生かせませんでした。2回の裏0対0同点です。里崎さん、まずまずの立ち上がりと見ていいですかね。まあうまく抑えてますよね。ただ力んだ時だけが怖いかなっていうのはありますかね。投球フォームが乱れるんでね、そこだけが若干心配なところではあります。なるほど、力みというのは禁物ですね。際どいコースに送ってストライク。ボールになります。高め空振り、追い込んでいます。ワンボールツーストライク。低めの変化球は決まりません。さあ仕留められるか。打ちました。難しいバウンド、セカンド取る、アウト、ワンアウト。バッターの大島、ここ5試合で打率が2割を切っていますが、不調に陥ってる感じでしょうか。試合前もね、ちょっとフォームを気にしていましたからね。なるほど、そうですか。さあここから初球打ち、ライトに上がった。この打球はフライになっています。ライト掴んで2アウト。打席には2番バッター鵜飼、先ほどの打席でレフトへのツーベースヒットを放っています。2アウトになっています。最初は変化球できました。低め空振り。アウトコース空振り、ワンボールツーストライクです。変化球で空振りを取ります。スリーアウトチェンジ。この回ドラゴンズ3人で攻撃を終えています。0対0同点です。西さん、早めに両チーム点を取りたいところだと思うんですが、いかがですか。そうですね、主導権を、ね、早めに取りたいですよね。さあどちらがその主導権握るんでしょうか。インサイド落ちました。切れました。ファールボール、ワンボールワンストライクです。キレのあるいいボールでしたね。アウトローの変化球、キレがあります。ワンボールツーストライクです。ライト方向を流しました。高い打球、ライト線、ライト掴んでワンアウト。バッターは3番丸、先ほどの打席はセンターへヒットを放っています。松葉、まずは先頭バッターを打ち取っています。
ボールになります。高めちょっと外れたか。膝元への変化球、ツーボールツーストライクです。これが5球目。打ちました。ファウルになります。まあ、ここは際どいところも打っていきますが、引っ張った。ファーストが取る。一塁そのまま入ってアウト。バッターボックスは4番岡本。先ほどの打席でヒットを放っています。ツーアウトランナーありません。初球空振りです。アウトコース外れます。3球目は何で来るか。ボールになります。次が4球目。打ちました。ビシエド。一塁アウトでスリーアウトチェンジです。この回ジャイアンツ三者凡退です。3回終わって0対0同点です。回は4回の表に入っています。ドラゴンズ打順よくこの回はクリーンナップから始まります。バッターは福田。先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。ここは前の打席の配球も踏まえてのリードになりますよね。はい。さあどういうリードになるんでしょうか。ジャイアンツ得点に動きはありません。0対0で4回を迎えています。さあ里崎さん、まずは先頭バッターですよね。まあそうですね、塁に出すと余計な神経も使いますからね。出したくないですよね。そうですよね。ボールになります。高めのボール、センターへ打球伸びる。センター掴んでワンアウト。バッターボックスには4番ビシエド。先ほどの打席は先制のチャンスだったんですがサードゴロに倒れています。まずはワンアウトを取っています。インコース空振り。ここはボールになることを恐れずに厳しいところに投げたいですよね。なるほど。さあキャッチャーどこに。インサイド落ちました。打球は切れてスタンドへ入りそうだ。外へのボールは入りません。さあ勝負してくるのか。インコース詰まりました。ここは打ち上げています。取ってツーアウトです。バッターボックスは5番高橋。先ほどの打席はショートゴロに倒れています。ツーアウトになっています。アウトコースボール。内への変化球は決まりません。ボール先行です。インコースへ外れています。ストライクが入りません。4球目は何で来るか。アウトコース打ちました。
吉川、一塁アウトでスリーアウトチェンジです。この回ドラゴンズ3人で攻撃を終えています。0対0、両チームまだ無得点です。さあバッターはウィーラー。この打席でホームランを放てば今シーズン10本2桁へ乗せることになります。インサイド落ちました。切りました。ファールボールです。2ストライクです。ここもファールです。今のはバッターよく見ましたよね。はい、変化球わずかに外れてボール。さあ5球目は何か。ボールになります。痛烈、これはスタンドへ入りそう。切れました。ファールボール、見送っています。ボール、フルカウントです。これはバット出ず三振です。ワンアウトです。最初は変化球空振りです。得意のボールでストライクを取りました。さあ2球目は何か。低め、これは決まった。あっという間に2ストライクです。この球は外れています。これが4球目、高め外れました。平行カウント、変化球ボールになります。3ボール2ストライク。打ちました。セカンド取った。アウト、ツーアウト。打席には7番バッターウォーカー。先ほどの打席はセンターへヒットを放っています。ツーアウトランナーありません。初球打ち、弾き返した打球はセンターへ。大島が抑えてスリーアウトチェンジです。この回ジャイアンツ三者凡退です。4回終わって0対0、両チームまだ無得点です。里崎さん、ここまで文句なしの投球で来ていますが、どのようにご覧になってますか？理想的なピッチングでここまで来てますよね。まあここからも低めのコントロールを意識したいですよね。初球打ち、ここはフライになっています。坂本抑えてワンアウト。打順は7番岡林。先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。大江、まずは先頭バッターを打ち取っています。今日の先発ピッチャーはジャイアンツが大江、そしてドラゴンズが松葉、この2人の投げ合いとなっています。次が2球目、低めボール、ボール先行です。インコース空振り、変化球タイミング合いません。ツーボールツーストライクです。
インコースボール、スリーボールツーストライクです。高めのボール打ちました。左中間に上がった。この打球はフライになっています。ウォーカーが掴んでツーアウト。打順は8番京田。先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。ツーアウトになっています。厳しいコースにまず投げ込んでいきました。改めてお聞きします。バッターの強打、バッターとしてはどういう特徴がありますか？いや、しぶといバッターですよ。ボテボテのゴロも足でヒットにしてしまいますからね。ああ、そうですか。これが3球目。いいまっすぐですね。はい、アウトコース空振りストライク。ワンボールツーストライクと追い込んでいます。ああ、これはいけません。デッドボールです。もろにバッターにボールを当ててしまいました。しばらくお待ちください。どうやら大丈夫のようです。プレーが再開できるということで今戻っていきます。さあ、一塁には先制のランナー、そして打席にはピッチャーという場面です。次の回ピッチャーからの打順というのは避けたいですから、走るなら絶対成功しないといけませんね。初球打ち、打球はセンターへ。最後はセンターフライ、掴んで3アウトです。ランナー出ましたがドラゴンズ得点には至りませんでした。0対0、両チームまだ無得点です。西さん、バッターも2巡目に入ってきているわけですが、まだあまりタイミングが合っていないように見えます。いかがですか？まあ今日のね、この初球打ち、高い打球ライトへ、ライトが取りました。ワンアウトです。次はピッチャーの打順ですが、先発の大江がバッターボックスです。ここはピッチャーでも食らいついていって、なんとか出塁したいところですね。そうですね。中への変化球外れました。インコース詰まりました。ここは打ち上げています。高橋が掴んでツーアウト。打順は1番に帰ります。バッター吉川、先ほどの打席は先制のチャンスだったんですが、ファーストゴロに倒れています。ツーアウトになっています。この回のジャイアンツ打線ですが、4球でツーアウトになっています。まあ、積極的に打っていくのはね、悪いことじゃないんですけどね。はい、そうですよね。見送っています。ボール、ボール先行です。インコース見送ります。変化球タイミング合いません。ツーボールツーストライクと追い込んでいます。変化球空振り、スリーアウトチェンジ。この回ジャイアンツ3人で攻撃を終えています。5回終わって0対0、両チームまだ無得点です。まずは1回の表、ランナーを2塁に背負いましたが、ここは内野ゴロに打ち取ります。ピンチをしのぎます。裏の攻撃、チャンスの場面、打ち返すも内野ゴロ、先制のチャンスを逃します。
2回の裏、得点圏にランナーを置いて、しかしここは内野ゴロ、先制とはなりません。配球表をご覧いただいています。今日はストレート変化球ともにバランスよく投げています。東京ドームからお送りしています。ゲームは6回の表に入ります。ドラゴンズ打順よく1番から始まります。大島がバッターボックスに入ります。先ほどの打席はライトフライに倒れています。ジャイアンツ得点に動きはありません。0対0で6回を迎えています。インサイド打ち上げました。レフトへ打球伸びる、レフトが取りました。現在のピッチャーの状態、まだ100球には達していませんが、多少きつくなってきたでしょうか。2番バッター鵜飼、先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。ここはさっきの勝負球をどう使うかですよね。はい、さあどういうリードになるんでしょうか。高めのボール、センターへ打球伸びる。打順は3番福田、先ほどの打席はセンターフライに倒れています。先ほどはアウトになりましたけど、あわやというような当たりでしたからね、ここは慎重に行くべきでしょうね。はい、そうですね。ツーアウトになっています。この回の大江3球でツーアウトまで来ました。そうですね、まあ省エネでねピッチングできてますからね。はい、さあ次のバッターはどうなるか。速いボール膝元決まってストライク、ノーボールツーストライクです。目に外れてボール、さあ勝負してくるのか。高め打ちました、これはどうか。一塁アウト、スリーアウトです。この回ドラゴンズ三者凡退です。0対0、両チームまだ無得点です。配球表をご覧いただいています。今日はストレート変化球ともにバランスよく投げています。6回の裏、ジャイアンツの攻撃、2番バッター坂本、先ほどの打席はライトフライに倒れています。ジャイアンツ得点に動きはありません。0対0で迎える6回の攻撃です。さあゲームは両ピッチャーの好投でまだ得点が入っていません。西さん、緊迫したゲーム展開なんですが、こういった時のバッターの打ちました、痛烈な打球、ノーボールツーストライクです。これもファウル、インドを見送っています。ボール、次が6球目、高めのボール打ちました、伸びていく、どうだ、入れば先制、入った、ホームラン、ようやく均衡が破れました。この試合両チーム通じて初めての得点となります。ジャイアンツ1点を先制しました。1対0、いや完璧に捉えました、見事なホームランです。そうですね、見事な打球でした。あっという間にレフトスタンドに8球消えていきました。ナイスバッティングですね。先制のアーチがここで飛び出しました。打席には3番バッター丸、ジャイアンツホームランで先制しています。西さん、先制点が入りましたね。まあこういう状況でいい結果になりましたよね。そうですね、この勢いをこのまま続けることができるか。改めてお聞きしますが、この丸、どういうバッティングをしてくるバッターなんでしょう。まあそうですね、状況によって変わりますが、もともとはボールを強く叩こうとする意識が強いバッターですね。そうですか。
ちょっと合わないようです。打球は切れてスタンドへ入りそうだ。インサイド変化球外れます。スリーボールツーストライクとフルカウントとなりました。外れてフォアボール。ホームランの動揺が残っているか。ノーアウトからランナー出ます。このランナーを返したい。いやそうですね、これはねチャンスですよ。はい、そうですよね。初球打ち伸びていく、どうだ、入れば貴重、入った、ホームラン、ツーランホームラン。これでホームランダービートップとの差は3本。初球でした。前でしっかり捉えた打球はスタンドまで届いていきました。うん、フォアボールの後の初球を狙っていきましたね。はい、今のバッティングご覧いただきましょう。ナイスバッティングですね。できることならもう少し点差をつけておきたいところ。バッターボックスウィーラー、ジャイアンツホームランで追加点を挙げています。初球ボール、変化球タイミング合いません。低め見送っています。ストレート外れました。打ちました。これはどうだ、セカンドの右抜ける。これで7試合連続安打。ノーアウトランナー1塁です。まずはアウトコース。今の低めに決められると厄介ですね。まあただ外ばかりに意識がいってると内側で差し込まれてしまいますね。なるほど、そうですか。ここは併殺だけは避けたいですね。なるほど。さあバッターは何を待っているか。さあ外してくるのか。今のはよく見ましたね。はい、変化球わずかに外れてボール。まあ、ここは際どいところも当てていかないといけませんね。なるほど、そうですか。非常にブレーキが効いたボールです。アウトコース打ちました。ここはフライになっています。取ってワンアウトです。バッターボックスには7番ウォーカー。今日は盗塁を1つ成功させています。ワンアウトになっています。変化球が高めに外れています。さあ3球目は何か。この球は外れています。さあ4球目は何か。
さあ追い込まれてしまいました、まあ、次は臭いところも打っていかなければいけませんね、まあ、インコースのボールに重点を置いて待つ感じになるでしょうね。なるほど、そうですか。さあ仕留められるか。打ちました高橋、二塁アウト、一塁転送はアウト、ダブルプレー。ご覧いただきましょう、最後はダブルプレーに終わってしまいました。もうちょっと慎重にいってもらいたいですよね。しかしこの回ジャイアンツ2本のホームランが飛び出しました。6回終了、3対0ジャイアンツ先制です。里崎さん、ここまで無失点、見事な投球ですよね。まあ本当そうですよね、素晴らしいピッチングだと思いますね。まあおそらくイメージ通りなんじゃないですかね。はい、この投球どこまで続けることができるんでしょうか。まっすぐですね。アウトコースのストレート、力があります。ノーボールツーストライク。外の球外れています。外への変化球は決まりません。高め見送っています。3ボール2ストライク、フルカウントになっています。詰まりながらもライトへ、この打球はフライになっています。ライトが取りました。バッターは5番高橋、先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。大江、まずは先頭バッターを打ち取っています。ピッチャーちょっとどうでしょう、疲れも見え始めたようです。里崎さん、どうでしょうかね。まあそろそろ疲れもね出てくる頃ですから、どこまで投げさせるかですよね。なるほど、さあ継投のタイミングはいつになってくるでしょうか。2球目打ちました。ここは打ち上げています。掴んで2アウトです。ピッチャーの状態なんですが相当厳しくなってきたでしょうか。バッターボックス木下、先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。2アウトになっています。ピッチャー球のキレが落ちてきました。里崎さん、苦しくなってきてますかね。明らかに球威が落ちてきてますよね。もう替え時だと思いますよね。なるほど、さあベンチはどう判断してくるか。引っ張った、これはサードライナー。反撃したいドラゴンズでしたが、ここは三者凡退に終わっています。3対0ジャイアンツがリードしています。さあそしてここからは7回の裏ジャイアンツの攻撃です。そしてドラゴンズはピッチャーが変わります。福がマウンド上に上がっています。西さん、ラッキーセブンとはよく言うんですが、この7回は選手の中ではどんな感情が出てくるもんなんですか。まあこの辺りからね、終盤ですからね、まあ1点の重みっていうのが出るのはこの回あたりからですよね。なるほどね。インコース打ちました。ファウルになります。外れてボール。変化球空振り、ワンアウトです。
バッターボックスには代打の若林。ワンアウトランナーなし。ライトが取りました。ツーアウトです。打順はトップに帰って吉川。今日はまだ当たりがありません。さっきは中途半端なスイングで三振でしたよね、ここはしっかり狙っていきたいですよね、そうですね。ツーアウトになっています。さてこの吉川どういうバッターなんでしょうか。まあホームランを打ったかと思えば今度は盗塁。才能に恵まれたバッターですね。なるほど、そうですか。ボールになります。インサイド落ちました。わずかに右に切りました。ファールボール。痛烈、サードの左抜けました。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁到達。これで3試合連続安打。ツーアウトランナー二塁。バッターボックスの坂本、今シーズンの得点圏打率は2割2分7厘となっています。まあ役回りというのもありますけどちょっと寂しい数字ですね、まあ肩の力を抜いて力まずにいってほしいですね。はい、期待しましょう。2球目は何で来るか。見送ってボール。次が3球目。低めの変化球でカウントを稼ぎます。変化球を狙ってたんでしょうかね、外の低め見極めます。これでフルカウント。まあフルカウントは案外ボール球来ますから。これはこのフライはスタンド、ファウルボール。二塁牽制、二塁タッチもセーフ。外のボール打っていった。掴んでスリーアウト。追加点は与えませんでした。ランナー出ましたがジャイアンツ得点はありませんでした。7回終わって3対0ジャイアンツがリードしています。これから8回ドラゴンズの攻撃です。一方ジャイアンツはピッチャーが変わります。ビエイラが2番手としてコールされています。ここはきっちり抑えてリードを守りたい場面となりました。最初は変化球できました。ボールになります。これが2球目。切れていきます。ファウル。打ちました。ショート取った。アウト。ワンアウトです。バッターボックスには代打のマルティネス。さあここはなんとか意地を見せておきたいところ。当然ベンチもそれを期待してるでしょうからね。そうですね、この起用に応えたい。初球ボール。
元をつきましたが外れました。ボール先行です。よく見ています。ストライクが入りません。高め空振り、スリーボールワンストライクです。引っ張った、岡本ツーアウトになりました。バッターボックスには代打の福本、ツーアウトランナーありません。さあまず1球目インサイド見送っています。スピードボールを持っています。縦のスライダーです。3球目は何で来るか。打ちました。この打球はフライになっています。反撃したいドラゴンズでしたが、ここは三者凡退に終わっています。3対0ジャイアンツがリードしています。8回の裏ジャイアンツの攻撃です。一方ドラゴンズはピッチャーが変わります。背番号26石森が3番手としてコールされています。さあマウンドを任されたのは石森。今シーズン3試合目の登板です。2試合連続の登板となります。初球空振りです。高め打ちました。切りました。ファールボールです。高めのボール、このフライは切れそうだ。切れました。ファールボール、またファウル。ここもファウルです。アウトロー外れます。流しました。これはどうだ。三遊間抜ける。これでマルチヒット。ノーアウトランナー一塁です。中途半端なバッティングで併殺というのだけは避けたいですね。なるほど、そうですね。これが1球目、初球からいきました。弾き返した打球はライトへ。ライト掴んでワンアウト。打席には5番バッターウィーラー。先ほどの打席はライトへヒットを放っています。ワンアウトになっています。今のはよく見ましたね。はい、外の変化球わずかに外れてボール。さあ追い込まれてどう狙っていくでしょうか。まあ、次はボール気味に来るでしょうね。まあ、インコースのボールに重点を置いて待つ感じになるでしょうね。そうですね。さあ何を狙っていくか。落ちる球を持ってきました。次が5球目、
ファウルになります。振っていきましたが三振、ツーアウトになっています。バッターは守備交代から起用されている松原。ツーアウトランナー一塁です。初球は空振りです。スピードボールを持っています。空振りボール、レフトに上がった。岡林が掴んで3アウトです。ランナー出ましたがジャイアンツ得点には至りませんでした。8回終わって3対0ジャイアンツがリードしています。さあ最終回、東京ドームが歓声に包まれました。最後を締めるのはもちろんこの人です。ジャイアンツの守護神中川、声援を背負っての登板となります。ドラゴンズの攻撃は1番セット大島。初球はボールになりました。さあ2球目は何か、低めボール、ボール先行です。打ちました、ピッチャーゴロです。取った、アウト。微妙なタイミングではありますが一塁アウトです。バッターボックスには代打のブライト。さあここはなんとか意地を見せておきたいところ。当然ベンチもそれを期待してるでしょうからね。そうですね、この起用に応えたい。最初は変化球できました、ボールになります。次が2球目、外外れてボール、ボール先行です。インドを見送っています。ストライクが入りません。次が4球目、低め、スリーボールワンストライクです。バッター弾き返した打球はレフトへ、レフト掴んでツーアウト。バッターボックスには3番福田、今日はまだ当たりがありません。ツーアウトになっています。さあ勝利まであとワンアウトとなりました。そうですね、まあ落ち着いてしっかりと最後のアウトを取ってほしいですよね。はい、さあ最後のバッターになるでしょうか。低め見送っています。低めの際どいところですが外れています。高め空振り、ツーストライクツーボールと追い込んでいます。打ちました、詰まりながらも右中間へ、外野フライ掴んでアウト。これで3アウト、試合終了。最後はピシャリと3人で締めました。ジャイアンツが見事勝利を収めました。里崎さん、盤石な投手リレーで見事接戦をものにしています。ピッチングご覧になっていかがですか。そうですね、まあ僅差ではあるんですけど、今日は継投も含めて安心して見れる内容でした。そうですね、監督の采配も見事ハマった今日の勝利でした。勝ったジャイアンツ、大きな今日は勝利になりました。一方のドラゴンズですが、
痛い敗戦となってしまいました。ご覧のように今日のゲームはジャイアンツが見事勝利を収めています。今日の解説は西俊久さん、里崎智也さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。このあたりで東京ドームから失礼いたします。